AKB48 グループが27日、横浜スタジアムで、第1回 AKB48 グループ東西対抗歌合戦を開催した、AKB48&SKE48 が東軍に、NMB48&HKT48 が西軍に分かれ、野球形式の3イニング対決でパフォーマンスを披露し、東軍が勝利を収めた、 始球式には横浜スタジアムを本拠地とする横浜ベイスターズの元投手で、浜の大魔人、として知られる佐々木和弘氏が登場、打者役の AKB、渡辺真由と対決し、保守は司会を担当したアンタッチャブル、山崎が務めた、人生初の野球なんです。ルールも全くわからない、というユニフォーム姿、の渡辺は、いきなりバッターボックスの外に立つ天然ぶりを見せた、 大歓声の中、佐々木氏の投げたボールは渡辺の頭上を遥かに超える大暴頭、ブーイング後、もう一回、コールが起こり、佐々木氏はやり直し、二球目はエンコース高めになり、怖がった渡辺はバッターボックスの外へ逃げながら空振りした、山崎から、一球目は大暴投じゃないですか、といじられた佐々木氏、当たっちゃいけないから、背より高いところに投げようと思って、 と苦笑いしたが、二球目はリアルに危なかったじゃないですか、と畳みかけられた。また、新潟を拠点に活動する NGT48 はグループ初のオリジナル曲、MAX と期散爆15号を、披露。キャプテンの北原理恵は、今年の選抜総選挙が6月18日に新潟で開催されることについて、すごく驚いたんですけど、 せっかくメンバーやファンの方が新潟に来てくれるので、美味しいご飯でおもてなししたい。そしてホームなので、NGT にとって勝負になると思う。と気を引き締めた。